さっきのまでえらい若くて元気が良かったけど、どうやらちょっと年いってて、ゆっくり昔のっていうかハードロックうるさいやつをやってます。7曲ぐらい聴いていってください。次の曲はレニー・クラヴィッツっていう人の一番かっこいい曲を。